去年11月、静岡市清水港。地震に関係するある現象を調べるための航海が始まろうとしていた。全長210メートル、海面からの高さビル30階建て分の櫓を持つ探査船地球に乗船許可がおりました。国の研究機関海洋研究開発機構が所有する探査船地球。地震の調査を前に今回特別に船内の撮影が許された。準備が進む船内を案内するのはこのプロジェクトを率いる荒木栄一郎さん。高さおよそ70メートルの櫓を使って海底を掘り進めていく。地震の観測装置を埋め込むためだ。ゆっくり滑りがどこかで起こってるんだっていうことを、まあ、把握するっていうのをまず第一ステップに考えていまして。ゆっくり滑り、海底の下で起こるこの現象を観測することがこのプロジェクトの目的だ。日本周辺では海のプレートが陸のプレートに向かって沈み込んでいる。陸のプレートは海のプレートに引きずり込まれ歪みがたまる。これが限界に達すると急激に跳ね上がり振動を起こす。これが海溝型の地震の原理だ。一方ゆっくり滑りは引きずり込まれていた陸のプレートがゆっくりと滑るようにしてずれ動く。私たちが揺れを感じることもない地殻変動だが、巨大地震の予測につながるのではないかと考えられている。探査船が向かうのは紀伊水道の沖合、南海トラフ地震の震源域。水深2650メートルの海底から500メートルドリルで掘り進め、観測装置を陸側のプレート内に埋め込む。装置には荒木さんが開発した光ファイバー歪み計が入っている。これがその歪み計だ。地下の動きを測るもので過去最高の観測精度を誇るという。実はあの光ファイバーのケーブルが200メートルぐらいの長さあるんですけれども、それがあのステンレス管に巻いたような構造になっています。この装置から送信します。でそれでまあ陸上でもこの光ファイバーのセンサーがまあどう変化しているかというのがモニターできるということになるんです。10億分の1メートルのわずかな動きも検知できるという。歪み計に軽く手を触れただけで光ファイバーはちょっと伸びるんですね。でそれでこのように変わって、あんまゆっくり滑りはあのこれよりももっとちっちゃい動きを測るんで感度は非常に高いというものになっています。他にも水の動きを観測するための水圧計を設置。さまざまなデータで地下の動きを捉えようとしているのだ。出港からおよそ2週間後、無事紀伊水道沖で観測装置の設置に成功。南海トラフ巨大地震の予測につながる新たな一歩だ。ゆっくり滑りは25年ほど前から研究者の間で注目されるようになった。2011年の東日本大震災の直前にも発生していたと考えられている。地震のメカニズムに詳しい東京大学の井出教授もゆっくり滑りと巨大地震には関連性があると見ている。いきなりドカーンと地震って始まれない、そういうことも分かってきてますので、そのやっぱり準備プロセスはゆっくりとした滑り運動だろうと。実はゆっくり滑りは日本全国で起こっている。例えば放送をクローズアップしてみると、
千葉県東方沖の付近では、ゆっくり滑りを伴う地震が多発していて、この現象はおおよそ5年前後の間隔で起きている。このように、ゆっくり滑りと地震がセットで起きるパターンもあれば、そうでないパターンもある。これは、ゆっくり滑りが起きた場所を図に示したものだ。ここはまあ全部あの将来の南海トラフの巨大地震の範囲なんで、もう見ての通りこうひっきりなしにですね、どこでも起こってるっていうのがよくわかるというものですね。ゆっくり滑りはこれだけ発生しているが、必ずしも大きな地震につながっているわけではない。日本で最初にゆっくり滑りが発見されたのは、愛媛県と大分県の間にある豊後水道だ。先週、豊後水道を震源とするマグニチュード 6.6 の地震があったが、どのようなゆっくり滑りを捉えていたのか。この豊後水道のところで、これ定常運行だったらこれスーッと行って多分終わりなんですけど、この後にいっぱいなんかここら辺にたくさんついてますよね。だからまあこう定常運行しているもの以外にも何かその大規模な滑り運動がここでたまたま起きていて、でそれが起きたタイミングでマグニチュード 6.6 が起こったと。いろんな法則が実験室レベルで分かってきてるんだけど、実験室ってせいぜいこんなサンプルでね、その中で起きた現象が本当に100キロの地下で起きてるのかっていうと、いやそんな簡単なもんじゃないぞと。地下に行くと岩盤と岩盤がすれ違ってるところなんていうのは岩が壊れてすり減ってたりとかしていますし、また場合によっては化学反応なんかも起こったりとか、もうぐちゃぐちゃになってる。やっぱマグニチュード8とか100キロのスケールで我々の社会に影響を及ぼすような現象を理解するっていうのは、まだまだいくつか超えなきゃいけないハードルがあるようです。ゆっくり滑りは海だけではなく、内陸型の地震でも関連性が指摘されている。能登半島の地震の研究を続ける京都大学西村教授は、ある仮説を立てている。断層というのはもともと摩擦力で止まってるんですけれども、その中に流体とか水があると滑りやすくなりますね。そこでゆっくり滑りみたいなものを誘発したんじゃないか。こちらは能登半島地震のメカニズム。流体が入ったことで地下の断層がゆっくり滑り、群発地震を引き起こす。さらに流体の量が増えるにつれて、広い範囲でゆっくり滑りが誘発された。これが去年5月の地震につながり、最終的には今年1月1日の地震の発生にも影響を与えたというのだ。一つ言えるの、確実に言えるのは、このゆっくり滑りがおそらくなければ1月1日にはあの地震起こらなかったということですね。能登半島の場合は本当にこの大きい地震を起こすだけのポテンシャルがある活断層があって、その周辺でゆっくり滑りが起こったので、最終的にその引き金になってしまったということなんですね。でそういうことはやっぱり他の場所でも起こりうると思います。ゆっくり滑りの正体を捕まえることはできるのか。紀伊水道沖の観測点の設置から間もなく半年。今週、海洋研究開発機構の荒木さんのもとを訪ねると、リアルタイムの観測データが届いていた。一部はすでに気象庁などに提供されている。ここの場所ではですね、ゆっくり滑りは今のところ発生してないというふうに考えています。これはこれまでのデータを見ていくと、そこでの異常な変動は起こっていませんので。観測点は今回設置した紀伊水道沖以外に熊野灘にも3箇所ある。南海トラフ地震の震源域は広いため、今後は四国沖、日向灘にも観測網を広げる方針だ。ようやく熊野灘、それから紀伊水道沖の地域に関してはある程度の監視ができるようになったというふうに考えているんですけれども、まだまだ四国沖とか日向灘に関してはゆっくり滑りが起こっているのかどうか全く分かってない状況です。やはり観測がなければ地震の前に変動があるのかということを検知できないと思ってますので、急いで
入れていきたいなというのが私の思いです。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。土曜朝8時はウェークアップ。